おはようございます。マデンと呼ばれた路面電車が廃止されて半世紀以上が経過し、街はすっかり変わりました。そんな今でもこの地に路面電車が走っていたことを感じられるのでしょうか。その答えを探しています。よろしくお願いします。さて、ここは東京都世田谷区二子玉川、かつての玉電が起点としていた駅です。今回は玉電の支線である砧線をイメージして走りつつ、痕跡を探したり解説をしたりしようと思います。さあ、電動アシスト自転車を借りて出発です。早速で申し訳ないのですが、この近辺は砧線の轍の跡をなぞっていません。途中からです。二子玉川駅前の交差点です。右側が駅で、左側は玉川高島屋です。それにしても空が青いですね。良いことです。この辺りは両側とも玉川高島屋です。交差点を直進して次の割と細い道を左折します。この通りは花見月通り。ここからかつての砧線をおおよそなぞることができます。さて、解説ですが、まず最初に玉電とは何を指すのかを明らかにしておく必要があります。なぜなら玉川電気鉄道のメインの路線の名前が玉川線だったために、どちらを玉電というワードの由来とするのかによって指し示す範囲が異なるからです。少なくともこの動画では玉電とは玉川線を指すこととします。そんな玉電のルーツは玉川の砂利を運ぶことにあります。そして砂利の輸送を特に支えていたのは今辿っている砧線でした。砧線は全線単線の支線で、影が薄かったかもしれませんが、そういった意味ではある意味玉川線よりも玉電らしいと言えるのかもしれません。玉電の痕跡を探すために砧線を選んだ理由の一つでもあります。さて、旧中高地駅に到着です。なお、この動画では駅と停留所は全て駅と表現します。半世紀以上前の路線の駅の跡地ともなれば、面影を感じることができなくてもおかしくありませんが、ここ中高地にはしっかりと石碑が残っています。駅名標のようなタイルもあります。石碑の向かい側の地面には当時の様子が描かれています。ちょうどこの絵の位置に当時のホームがあったのでしょう。ここの住所は東京都世田谷区玉川なので中高地という地名ではありませんが、その名は今日も並行する道路にあるバス停の名前に受け継がれています。花見月通りを進みます。二子玉川へと向かうバスが通過する中高地のバス停はすぐ裏です。砧線は全長 2.2 キロほどの短い路線で、中間駅も最大で4つしかありませんでした。そしてそのうちの2駅が設置されていたのは短い期間だったために、砧線の中間駅は中高地と次の吉沢であると紹介されることが多い印象です。横の歩道の色が白くなったこの辺りで一旦止まります。マンホールの絵柄のモチーフ、路面電車になっています。そしてこのモニュメント、裏には砧線軌道跡とあります。自転車をして歩道を歩くと、歩道のタイルが線路を模しているとわかります。そして少し歩くと歩道と車道の境目が
青く塗装されたレールとそれを支える鉄装が描かれた柱がある場所がありました。ちなみにこの近くの並行する道路に二子玉川発のバスが通過するバス停がありますが、その名は中高地です。つまり現在の中高地のバス停は方向によってそれなりに異なる場所にあります。なお絹田線は単線でホームも一つ、どちらの方向へも同じ位置から乗車することができました。少し歩いて後ろを振り返ります。ここもやはり線路のように歩道のタイルが組まれています。そして向かい側の植え込みの中には絹田線歩道跡というモニュメントがあり、簡単な解説もされています。また走り出します。ここで一度車道が途切れています。今走っている車道の横の歩道はかつての絹田線の専用軌道を転用したものです。ここからは自転車もかつての絹田線の専用軌道の跡地を走ることができます。単線だった絹田線とは異なり、今では複線化されています。街路樹が河川柱のような感じがしてなんかいいですよね。当時の絹田線もこうして住宅の間を縫うように走っていたのでしょうか。かつての専用軌道を抜けると吉沢橋に到着です。この付近にもう一つの中間駅吉沢がありました。まずは交差点の名前の由来になっている吉沢橋を見てみましょう。二子玉川が見えます。吉沢橋にも絹田線を紹介するモニュメントがありました。そして吉沢橋と絹田線に関する記載も。世田谷線を除き多摩電は全線廃止という表現から、ここでの多摩電とは多摩川線に限らず絹田線も含まれているとわかります。そして記載の通り、現在の吉沢橋はかつての絹田線のものとは異なります。絹田線の吉沢橋を転用したものと新吉沢橋と呼ばれたもの、この2つを統合したのが現在の吉沢橋です。ちなみにかつての吉沢橋は鉄道橋を転用したためガーターがついていました。さてここは吉沢橋から吉沢橋交差点へと少し歩いたところです。かつての東急のロゴマークを認めることができます。レールを正面から見た絵の字に翼が生えているものですね。また走り出します。次は終点絹田本村です。ちなみに絹田線が最も中間駅を有していた頃は、吉沢と絹田本村の間に2つの駅がありました。
二子玉川と絹田穂村は現在バスがその輸送の役目を担っています。しかしご覧の道幅なので、かつての絹田線をなぞるのは絹田穂村方向のみです。絹田穂村から二子玉川へは別のルートをたどって走行します。そうした運行形態なので、絹田穂村が終点という扱いではなく、絹田穂村を越えて乗車することができます。この辺りの建物のうちいくつかは今走っている道路側に出入り口がなく、完全に裏といった感じになっています。これはかつてここが絹田線の専用軌道だった名残だと思われます。目の前に駒澤大学のグラウンドが見えてきました。まもなく絹田穂村です。開けた場所が現れます。ここが絹田穂村駅跡地です。この広い場所はかつて駅前広場でした。広い場所を生かしてパーク&ライドのようなことができるようです。バスは左側からやってきますが、バス停の位置がこの場所にあるため、ぐるっと一周して停車します。そしてこの青い待合スペース、この建物は位置こそ変わっていますが、絹田穂村駅で使用されていたものです。バス停の系統案内を見ると、中高地の文字が記されています。ちなみにこのバス路線は平日の朝のみに中高地を経由して二子玉川駅へと向かいます。改めて待合スペースです。絹田線が現役だった頃から今に至るまで絹田穂村を見守り続けています。絹田穂村駅の跡地の前景です。絹田穂村を出発します。
現在のバスはここを走行して二子玉川へと向かいます。当初は絹田本村で動画を閉じようかと思っていたのですが、とある場所に行ってみたくなりました。そんなわけで少し走りたいと思います。その場所とは逆方向に進んでしまっているので方向を修正します。さて、ここは駒澤大学のグラウンドの横です。ここは階段なので自転車も上がれるところへと向かいます。坂を越えるとサイクリングロードです。向きを直します。二子玉川もよく見えますね。ここから多摩川がよく見えます。来てみたくなった場所とは多摩川の河川敷です。絹田線はここで採取された砂利を運ぶ大切な路線でした。空が青いですね。二子玉川に存在した路面電車のうち、遺構が多く残っている絹田線の廃線跡をなぞりました。当時も玉川線の陰で主役ではなかったかもしれませんが、確かな需要がありました。廃止されて半世紀以上が経過した現在でも、町には当時の様子を伝える場所が決して少なくありませんでした。一度でも乗ってみたかったですね。天気も良く、大変良い時間でした。ここまでご覧くださり、ありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それでは、また。沈みは